はい、本日もお疲れ様です。はい、今回はですね、以前ちょっと動画でも紹介したんですけど、先月にですね、清水亜美選手こと亜美ちゃんがうちに来てくれたのをきっかけにですね、ちょっとねこれから本格的に競艇をちょっと本当応援していこうと思っているわけなんですけど、実際のところ、全然僕自身がですね、本当競艇に詳しくないので、今現在ですねちょっと必死にいろいろとね勉強している最中なんですけどね、ただとりあえずですね、亜美ちゃんとか他のね女子ボートレーサーを今いろいろ調べてるわけなんですけど、このいろいろ調べていて思ったんですけど、普通にね綺麗な方や可愛い子がねちょっと多いなって思ったんですよね。だからね今ねこの女子ボートレーサーが人気になっているってことですよね。本当今になって納得したというか理解したっていう感じですけどね。はい、こう調べてたら、そんな中でも、僕個人的にですけど、めちゃくちゃ可愛いなって思った子が2人いるんですけど、それはズバリ、野田なづき選手と、深尾智恵選手のお二人ですね。ただもちろんですけど亜美ちゃんも可愛いですよ。ただねもう彼女に関してはもう僕の中ではねちょっと特別枠なんで、ちょっと彼女に関してはちょっと置いときます。で、一応このお二人のプロフィールをちょっとご紹介しておきたいんですけど、で野田なづき選手は、年齢21歳で佐賀県出身の B1 レーサーです。で趣味がバレーボールで、21年度の獲得賞金は607万2739円となっています。で続いて深尾智恵選手の方なんですが、年齢は29歳で、群馬県出身の B1 レーサーです。趣味はドラマや YouTube で、21年度の獲得賞金は776万2000円となっております。でちなみにですけど、亜美ちゃんのプロフィールもご紹介しておくと、年齢は22歳で、ここ山口県出身の B1 レーサーです。趣味はお買い物で、21年度の獲得賞金は735万8000円となっておりますね。はい、以上ね簡単なちょっとプロフィールをご紹介したんですけど、ちょっとね、こんな可愛いボートレーサーがいると思うと、男としてはねより盛り上がりますよね。でもねそんな可愛さとは裏腹に、競艇はね本当勝つか負けるかの真剣勝負の世界じゃないですか。だからこそその可愛さと真剣さのもうこのギャップがねまたいいのかもしれないですよね。今後ねちょっとますますねちょっと競艇を知れば知るほどねこんな感じでいろいろとちょっと面白くなりそうだなと思えたので、ちょっと引き続きね競艇を勉強して、またね何かあったらちょっと動画にしていきたいなと思います。ぜひねちょっとご覧いただいている方で競艇ファンの方がいらっしゃいましたら、よかったらですね、皆さんの推しメンも、ぜひぜひねちょっとコメント欄にて教えていただけると嬉しいです。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃまた。